ちは、音羽一郎です。サラコンにとって一番メインとなるお仕事は、ある状況を的確に表現しうる曲を作るという作業ですね。第7回目の今日はいよいよこの作曲にチャレンジしてみましょう。題材はパン屋でメロンパンが売り切れていたので仕方なくジャムパンを買った帰り道、溝に足を取られて膝をすりむき、血がダバダバ出たと思ったらジャムだったですね。それではこの状況に合わせて作曲してみましょう。では吉井君。はい、はい、それでは弾きます。はい、素晴らしいですね。特に溝に足を取られて、足を取られての光景が目に浮かぶように表現されています。では次に田口くん、どうぞ。あ、はい、弾きます。田口くん、もう一度。はい、じゃあもう一遍弾きます。皆さんもうお分かりのことと思いますが、田口くんの曲にはチタと思ったらジャムだった、血だと思ったらジャムだったの部分に対する配慮が全くと言っていいほど欠けていますよね。血だと思ったらジャムだった主人公の悲しみ、そして喜び、なんという人生の皮肉。それでは吉井君、この部分だけもう一度弾いてみてください。はい。そうです、そう、血だと、うん、思ったら、はい、ジャムだった。はい、ですね。皆さんもこの題材に合わせて曲作りにチャレンジしてみましょう。